はい、皆さんこんにちは。ガーデンテラスミキさんですね。ミキさんね、韓国らしいです。秋のバラの状況を見に来ましたけど、あそこでね、なんかそういうなんか施設もあって、あれは何でしょうね、食べれるのかな、なんかちょっと分かりません。まあ、そこでちょっとご主人も奥様もお手でね、ちょっとご挨拶しました。はい。で、まあ今年、まあそこで話聞いたら、今年は分かんないとか言い出はって、まあどことも分かんないですまあね、ミキさんとこだけやらし、まあ夏場暑すぎてね、バラがね、結局なんかかわいそうな状態。まあまあそれでもこれだけ咲いてるじゃないですかね、綺麗じゃないですかね。はい。まあいろんな名前のついた花があるね、これ。なんか姫路からわざわざ来てくれはったけど、残念ね、あれでしたわ。なんか恐縮してはったね、ご主人さん。なんか気の毒ですよね、一生懸命世話してられるのにね。もう本日は閉園してますって書いておるね。閉園かいな中入られんのかな。ちょっとね、そんな感じです。はい。こちらの駐車場があるんでね、まあまああれですけど、ちょっと入らない、まあこっちから入れるかどうか一回行ってみたいと思いますね。花の数は少ないけど、やっぱり咲いてる花綺麗ですわ。はい。ね。それであそこのピンクがこっち綺麗。これ綺麗に咲いてますよね、これ。まあまあ少数精鋭でね、こっち側のバラ見て初めてやな。これすごいよ、これ。マティールだよかな。ちょっといろいろなんか置いてるけどとか言うてあったけど、まあ、まあ別に構いませんわ。ねえ、すごい。なかなか綺麗ですよ。あの赤いバラ綺麗わ。これブドウしてはるのかな。これすごいわ。ちょっと向こうの方ね、入らせてもらうでもええみたいやから、ちょっと行ってみますけどね。はい。ここは何でしょうね、お食事どころやろうか。よし。はい。また春来て失礼ないと言われてるけど、せっかく来たしね、記録動画として撮っときたいからね。内側からも入れそうですか、これ。なんか、黄色のやつが綺麗か、入れときたいな。ちょっと畑してあるとか、あんまり踏んだら怒られるか。はい。咲いてますね。何の花やろこれ。はい。将来は今年はもう夏はあの状態やったからね。それで十分。はい。どうせ秋やから、そのようにもう皆さんもそのように期待はめちゃくちゃ高くはないと思うし、あの黄色のやつが気になってるから、あれだけちょっと見とくわ。あの黄色がね、あ、この赤も綺麗わ。この赤黄色はね、蝶が飛んでる。黄色いバラも綺麗よな、これ。すごい。向こうからピンク咲くでしたから。あれさっき来たら向こうから白も来て、ちょっと今日サクしてあるしね、あんまりうろうろしたら
あれなんで、まあこれぐらいでさせてもらいましょうか。今年の状況が分かれば、まあそれで皆さんね、あれやと思います。あの辺のつるまでよく咲いとるな、秋山ね。でね、はい、まあそんな感じでした。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。